こんにちは高橋着物工房の高橋です。えー、今日はですね、えっ、ー、と既製品の肌着のカスタマイズの仕方っていうことで第一弾、えー。一番やっぱりね、えっ、ー、と皆さんが気になってるのは着物ブラ、着物ブラがですね、えー、ピタッとくるかどうかっていうのはすごく大事な話ですよね。であのー、うちもこのえっ、ー、とこの着物ブラをプットオン着物ブラをって 作るつもりなかったのに作っちゃったのは、えっ、ー、と要望がすごいあったからなんですね。ブラ難民と言われる人がすっごいいるっていうことが分かって、あのじゃあうちの技量でできるかどうかわかんないけどやってみようと思って作ったのがこの着物ブラです。えー、今ではうちのあのー、売れっ子ナンバーワン。 <laughs> ナンバーワンなんですよ満点スリップ抜いてこの人が。であの非常にねあの頑張って活躍してくれてますけどでもあの既製品っていうのは、えっと、オーダーメイドではもちろんないわけでね皆さんの体に、えっと、本当にジャストサイズですっていうふうに合うものは基本ないとこれこれ作ってていうのは何なんですけど。 何 cm から何 cm の幅っていうことももちろんありますけどあの体感っていうのがそれぞれ皆さん違いますよねあのきついと感じる強さとかあの緩いと感じるその感覚とか、えー、っと素材感もそうなんですけれどもぴったり合うっていうことにはなかなか、えー、ならないものだという。 え最初からそういうふうに思って既製品をあの手にしてもらうっていうことが私はね大事なことだとは思ってるんですなぜかっていうとあ,のある程度のサイズの領域があるってことはこの下のサイズの人だと絶対ちょっと緩かったり。 まあ、ブランの場合は、ね、その体感っということはありますけど例えばあの、えー、っとスリップみたいなものであのここからここの身長の人は M サイズここからここの身長の人は L サイズというような書き方をしていますけど意外と皆さん、ね、大きい方を選びがちなんですよ。大は小を兼ねねるるとと思っっててらししゃででも実際あの私はは着物のインナーとしてはです、ね アウターなら別ですよ。アウターなら別だけどインナーとして考える時はあのどっちかなと迷ったら小さい方を選んでくれっていうふうに話してます。えー、なぜかって余分な切れがあ,のあんまり出にくいからっていうことがあります。えー、そんな感じで、えー、既製品っていうのはほんのちょっと長いとかほんのちょっと大きいとかほんのちょっときついとかっていうことが、えー、誰にでも大きく 起こりうるっていうことをまず頭に置いてください。その上で今日はブラを行きます。はい。で、えー、どっちから行こうかな。えー、じゃああの人気のあの、えー、着物ブラちゃんから行きますけど、えー、これのカスタマイズ、えー、できるところは2点あります。えー、っとですね、えー、肩の紐と紐の長さですね。紐とそれからアンダーのところの、えー、きつさ。 を緩めるっていうことになります。はい、まず肩紐って言いました。皆さん肩紐が長いなんて考えたことありますか？あのうーんと皆さんがお気づきかどうかわからないですけれども、実はあのバストって人によってついてる位置がすごく違います。ついてる面積も違えば、ついてる位置も違います。で、えっ、ー、と。 既製品を作る際はやはりちょっと下目にある方までフォローできるように作ってあるので、えー、とバストが上にある方の場合ね実はねここの紐ががいいということうあるんですねあと,、うん、と身長があまり上ずがなくってちょっとぽっちゃりなさってるっていう方の場合、えーとえー、L サイズとか LL サイズをお求めになると思うんですけどどうしても身長比例 もありますから肩ひもが緩いということになるとあの結構ね皆さんねぶらつける時にこう前にね引き下ろしたがるんですねこうやって。で前に引き下ろすと実はバストがねどんどん下がりますのでうちで提唱している寄せてあげましょうっていうことから考えるとこの前にこうやって引き下ろしてねこのしわとか取りたくなるんですがあのうちはこの後ろに引いてくださいと後ろの方に、えー、なるべくね こう引いてください。という風にお話ししています。前をなるべく上げてここの脇のね。この。 ここにちょっとポニョポニョっとしたものがねあのだんだん,だん,だんあの増えてきますけどこのポニョポニョがここからポちょっとはみ出さない腕の付け根のこの柔らかいお肉がはみ出さないところまでアームホールを持ち上げてくださいっていう風にお話ししてるんですがあのやはりちょっと肩ひもがその方のバストの位置それから身長に合わない場合肩ひもが緩いということがあるんですね後ろに下げても下げてもどうしても前が上がってこない。 っってていいいううパターンの場合は長いっていうことになりますその際は肩ひもを縫いつまむっていうことをしていただきたいんですね。で縫いつまむ際どこを縫いつまむか例えば上でつまみたくなりますが上だとねちょっとねここに響く可能性もあります薄手のものだったりすると。であの私がおすすめしてるのはあのこの後ろです。ここのの後ろであのもし えーうん、肩甲骨がすごく飛び出しているとか背中が、うん、と肩が前に入って背中いつもこうちょっと丸みできれいがピタッと吸いつく系の体型だとかっていうとここで響く場合もありますからその際はここの前ですねここの前で、えー、つまんでいただくといいんですがつまむというのはどうするかっていうのを今やってみせますね。今日 えっとすごくわかりやすいようにこれあのえー、っと水色のこれしつけ糸ですでしつけ糸日本化だとね絡まりやすくて嫌なんだけどまあね見えやすいのでこれでやりますけどどのぐらい長いかこの上でつまんでみてねそれでちゃんとアームホールがきちっと当たって後ろに引きすぎてもあのうんとうんと 引いた時にピタッと,あのと,、えー、と肩がくっつく肩がふかふかしないっていう状況になるくらいまず着てる状態で肩をこうやってつまんでこれ何かね、えー、と何 cm とかっていうの測ってみてください。 で測るかもしくはブスッと安全ピン1つ止めて仮止めするっていうことねちょっとね危ないですからあの肩に刺さないように気をつけてねであのもしくはダブルあのんと目玉クリップとか着物クリップで止めるといいですそうすると何 cm つまめばいいかっていうのがはっきりしますそしたら、えー、と脱いでですねでその分をこの ブラであればその前をつまみたいか後ろをつまみたいかなんですけどそこで同じ分量をこうやってちょうどこの付け根のあたりですねここでですねこうやってあのミシンがあればねミシンがあの確実ですただね普通ミシンなんてないのでねちょっとね脇はね返し針を2つぐらい入れてください返し針を2つぐらい入れたら もうこれあのとつとつと塗っていくんですができればあのこのままあとずっと選択して使うものなのであの一目返しとかをあのするといいかなと思います一目塗ったら一目返すみたいなねそういう風にしていただくといいかなと思いますであーなんかねこれ張り目見られるの恥ずかしい <laughs> えー、お裁縫得意なわけじゃないんでね <laughs> 習ってもいませんしねこんなね人にねあの縫い方教えるなんていうのはね、あのー、お前がやるかっていう <laughs> 感じなんですけど我慢してね <laughs> でですね端っこまでいきますねであなんか一目返しを いちいちやった方がいいね <laughs> 途切れちゃったけどちょっとだけ見せる <laughs> こんな感じこんな感じですねで、まっすぐ縫えばいいわけですまっすぐ縫えばいいんですよ止まればいいんですで, <laughs> で、ここの端っこもあのレースのとこの奥に縫い,縫い重なってるところがありますそこまで針入れてくださいねで、ここでこうやってあの二目ぐらいあの端、端しごをキュッと強くしてで。 あの止めましたらこのままでもあのだ、ー、めっていうことはないんですができればですねああ絡まっちゃった絡まっちゃったよほらああいこのまま切る <laughs> えいあのー、しつけ糸って、あのー、本当によく絡まりやすいんですよね日本かどりなんていうのはちょっとやっぱよくなかった <laughs> で肩倒ししてこっ 片方に倒してですねここをあと押さえ抜いていってここまたポツ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 と。 縫ってピタッととすするるような感じにするといいです。であのー、外に縫うと響くから内側って思うかもしれないですけどその突起が今度かゆみにつながったりもしますので私は基本的にこういうカスタマイズをする時は外に縫い目縫い目というか縫ったこの端っこを出していくっていう方が着てては優しいかなと思います。はい で肩はそれで、えっと、ピタッと合っていくと思いますので、これもしなんとなく使い心地として良くないなと思っている方がいましたらあのそのようにしてみてください。はい。あとそれからですね、えー、っと小さいっていうのってなかなか直せないですけれど、アンダーがえー、っと例えば。 着用した瞬間というか最初の地域5午前中いけど午後になるとなんとなく判断が苦しい感じになるっていうのは多分ちょっと5ミリ 1>, 1センチアンダーがきついっていうことなんですよねそのことねうんと1週間のうちで体重1キロ2キロって変動したりすることもあるじゃないですか、まあ、そういうあのちょっとした、ね、体重の変化にもこのアンダーのきつさっていうのは意外と一番響くところかなと思うんであのほんのちょっとアンダーがきついとかっていうのってものすごく着物を着る気持ちいいにねあのブレーキをかけちゃったりするかもしれないので、えー、と伸ばすっていうことまずね あのどうやって伸ばすかっていうのをお教えしたいと思います。でちょっとリンダさんちょっと脇に行っていただいて。えこの人はねカパカパ浮いてますけどね。<laughs> えっとねちょっと今日はねアイロン台を用意しました。なぜアイロン台？えー、っとねここ例えばこういう硬いものね椅子の背もたれとか、えー、鏡のあのこう上のところとかとにかく硬いもので えー、この人は S サイズなんですけどあ M サイズか M サイズ例えばあの引っ張るのにも,うものすごい汗だくなるようなあのそんなあの強い力をかけなくてもちょうどはまるようなものをねなんかね探してみてください、えー、っと四角いもんでも例えば、えー、八方なんかだと削れちゃうかなお盆とかトレイですよねああいうものとかでこうやって、まあ、あのそんな苦労なくても入れられるって まあ力あるならねあのなるべくね一発で引いた方が簡単ですけどなかなかね力があのないとこ,こんなことが大変だったりしますから、まあ、こうやってちょっと今伸びてる状態ではありますがでも全然ね余裕ですでこう,うこういうふうにしといてで今ね私タオルを1枚用意しましたタオルなくたっていいんですけどねあのつるんと滑って起こっちゃうといけないから何が滑るのって言ったら あのこういういね今、そばにあったんで缶空き缶なんですけどねあのビール瓶でも何でもいいんですがこういうものをね差し込んでいくんですねあのちょっとねタオルをねちょっとつけますねこうやってね見えるかな、よいしょここで見えます大丈夫ねそしたらねこうやってねこのアンダーのところだけ伸ばせばいいのでアンダーのところだけ入れていくんですよ。 でねこんな風にね何個入るかな何 <laughs> かねその辺にあった空き缶を持ってきたけどまだこれでもねまだね伸びきってはいないんですねで例えば太さのまあ金んなんかね <laughs> この辺にね金ん好きなんですよ <laughs> こうやって入れてですねこう太さの違うものなんかでね微調整をしてですねまああのキュッて貼ってる状態ですね。 キューって貼られてるなっていう状態にして、まあ、1日ぐらい置いてみてください確実に 5mm1cm の,あの感じる痛さ例えば朝からきついっていう場合はよっぽど引いてくれたらいいと思うんですけどあのだんだんなんとなくきつく感じてくるぐらいのきつさであればあのこれで十分にあのカスタマイズできます。あの 糸は切れませんから本当にねあの実は一回も切れたことないですこんな荒々しいことをしててもあのどんなにヒップが大きいっていう人がギュッと入れても一度もプチッといったことはないですからあの心配しないであのどんどん。 ここにこう詰めてですねあの自分が緩めたいぐらいのものを詰めてそしてあのお試しください一度でダメだったら次はもっと詰めるっていうようなことを、まあ、繰り返していただくと確実にもうやっぱり糸はあののの伸びきったところで止まっていたらやっぱりあの弾力性を少し失っていきますでそれを上手に使ってですねあの程よいカスタマイズっていうのを自分で判断にして ついてはですねしていただくと相当着心地が良くなるはずですので試してみてください。はいそれとえー、っとこのブラでよくあの言われるのがあのここがクリクリとめくれ上がっちゃいますということとそれからあとやっぱレースに弱いですという方がいらっしゃいます。す、うん、すごくよくよよわかるんですよねあの これあの見た目が良くなるっていうだけで実はつけてるんではないんですね他にも理由があってつけててあのまあ色気が減ってもですねあの痒みの来ないあのスルっとした生地を使うっていうこともずっと検討はしているんですがあのなかなかいい材料にまだ巡り合わないためにこのままにしていますごめんなさいねあの肌が弱いっていう方それからと、えー、どうしてもこう ここにあの陥没があってでここからこう胃がこうちょっと膨らんで出てきちゃったりこの辺のお肉ですねここはずっといつも女の人ってあの子供のと子供の時っていうか中学生ぐらいからブラジャーをしたりしてくるのでここに俺が出てるっていう人はたくさんいるんですよねこの俺に向かってどうしてもこれがクリクリっとこうめくれ上がっちゃうっていう方どうしたらいいかっていうのをお話しします。 えとここ切っちゃえっていう風にねあの言って切っちゃってもいいんですがあのもっといい方法をね思いつきましたあのどうするか全部切っちゃう <laughs> っていうこともあるんですが嫌ですよねやっぱりハサミ入れるとそこからなんかほつれてきちゃったりするんじゃないかとか思っちゃいますもんねでこれを完全にねこうめくり上げてしまう。でこののままでであの、うんと 縫い留めてもいいと思いますけど、いちいちめくるのもそんなに苦ではありません。来てしまうと針があるのでペロンとめくれますので、こうやってめくれ上げてしまうっていうのはあの非常に有効かなと思います。えー、っとですね、うちのブラってすごく実は長くできてるんですよ。このレースまで入れると、でこのレースを除いた。 この寮でも普通の着物ブラより長めにできていますですから全くあの支障はありませんのでこのレースを完全に取っちゃうかもしくはこうやって上に上げてしまう面倒だったらこれもあのプチプチと止めちゃってあの毎度毎度こう上げたりしなくていいように止めてしまうという手もありです。あの 縫うのが面倒くさかったら布用のボンドでちょん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 と貼るだけでも全然落ちてきませんから大丈夫です。あと,、えー、とこの少しねここにあの、うん、と裏,う裏布でね面を貼ってるんですが実はこのピコンピコンっていうこの。 フニュンっていうこのフリフリというかレースのヘりがねこれが痒いですっていう人もいるのでねこれに関してはねあの私はねほんと切っちゃったらいいと裏のえとこのえと当て布のところであのプチ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 って切っちゃうとあの問題ないですなぜじゃあうちはこうやってるかと実はねほんとここまでね裏裏の面を出すっていうんサンプルも作ったんですけど いかにせあまりにもねあの可愛くなさすぎて <laughs> あのテンション下がるんですよねものすごい下がるんですよ。あの今うちはね後ろに関してはあの少し広めに出して前はやっぱりそのままにしてあるっていうふうにはな,るなってるんですがそれでもほんの少しはちょっと出てるのであのちょっとでもかゆいと思ったらあのこれちょちょちょ,ちょっと切っちゃってください。であの 緩いんじゃないです。あ,あきついんじゃないんです。緩いんですっていう方の場合ですね。あの、これは胸元補正でもよく言うんですが、えー、っと、緩いっていう場合は、えー、っと、ここの方が高いっていうことが、あの、往々にしてあります。で、ここに来てすごくスッとお腹がなくって、アンダーも、あの、肋骨の骨格が小さい方っていうのは、やっぱちょっと浮き気,気味になったりするんですね。その時に。 えっと、こういうあの正方形のタオルがいいです。あの柄物でもだとあのハンドタオルであの柄嫌いだから使ってないのなんかないですかそういうのをちょっとねあの使ってこう4等分によく私がやるのはこうやって4等分に折っておいてこうめくっていくんですね。でこれをねちょっとずつねこうずらしていくんですよ。ずずずらららしししてててそうすると あのこう1箇所に厚みがたまりませんのでこれをここの下にちょっとね支えのように入れてあげると,えとリンダちゃんはおっぱい潰れないから高さの差にあまり出ないですけどこれあの程よく潰れているとすっとすっときますからとっても綺麗になるのと汗取りになります。 汗をここで吸ってくれる気持ちよさっていうのを多分使っていただくと分かると思うんですけどあのいいと思いますあの。あんまり大きいものを入れると逆にあの変な凸が出てしまったりするので私この程度がいいかなとあとはタオルの厚みを考えていただいてガーゼ重ねるでも何でもいいんですけれどもあのここのところに高さを持ってきてあげるとこのカパカパも気にならないと思いますし胸元もスッと綺麗にいくしここ。 ここを高くしてあげるって、あの帯,帯上げとか帯枕のこう。結び目がを真ん中に持ってくる人。なんか、ここにどうしてもこう陥没がこう出てしまって、それだけでこう乗った感になっちゃったりしますよね。それがねかなり軽減されるので非常に有効だと思います。はい。はい、では、これで着物ブラ編を終わります。次